アマンダ・エボラはアメリカ合衆国出身の女性元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピックアメリカ代表。パートナーはマーク・ラドウィック。2002から2003シーズンからラドウィックとペアを結成。2009から2010シーズンの全米選手権で自己最高の2位に入り、バンクーバーオリンピック及び初の世界選手権代表に選出された。 2011年の4大陸選手権の SP では、ジャンプの点倒時にラドウィックのスケート靴のかかとが割れてしまうハプニングがあったものの、ルギス・ウィガースに靴を借りて演技を続行。最終的には6位という成績を残した。2012年4月10日、ラドウィックとの10年間のパートナーシップを解消し、競技生活から引退することを発表した。2013年5月、 一年ぶりにラドウィックと一緒にアイスショーに出演したディザスターストライクスバットスウィージャーズセーブズザデイ2010オリンピアンズエボララドウィックエンドパートナーシップハットザインサイドエッジ、A、AC ガーラブリングズアウトグラマーありがとうございます